と。で、あと今回ですね、一応大事なこととしては、このランクと連立一次方程式の解の関係というのがあります。で、前回の授業でですね、その定理 2.4 っていうところがありまして、そこで連立一次方程式の拡大係数行列を簡約階段行列に変形して、その行列の形からその連立一次方程式の解の存在ですとか個数の関係っていうのをこう主張を性質を得たんですけれども、それを今このランクの言葉を使っていろいろ言い直すことができますので、一応それをやっておきます。で、一応ここからはですね、教科書では55ページの定理 2.15 と定理 2.16 を同時に扱いますけれども、連立一次方程式を AX=B と置きまして、A を M 行 N 列の行列としておきます。それからこの時の拡大係数行列を A と B を並べた行列というふうにしておきます。で、一応連立一次方程式から拡大係数行列を作って、でそれに対して行変形を行って簡約階段行列を作って、それを元に連立一次方程式を解いたという関係ですね、こういう関係になっているのでいたっていうのを前回の授業で説明しましたけれども、これをちょっと一応頭に入れておいてください。で、まず最初にこの定理の 2.4 でやりましたこの階段のですね、一番右の段が一番下の段か、一番下の段が一番右の列に来た場合ですね、この場合はその前回の授業で連立一次方程式に0イコール1が含まれるので解は存在しないということをやりました。で、これをランクの言葉で言うとどういうことになっているかっていう とランクの A ですね、 A っていうのはこの一番右側の列を除いた部分のランクっていうのが、実はこの行列全体のランク、拡大係数行列全体のランクよりも小さくなるということを言っています。なぜかというと、ここがですね、新しい段が1段あるということは、拡大係数行列の段のランクの方が大きいわけですね。ですので、解が存在しないときっていうのは、ランクにはこのような関係が成り立つということが言えまして、でこれは定理 2.15 の括弧2番ですね、の主張に対応します。で、次に、この階段の段数がですね、行列 A の列数に等しい場合なんですけれども、こういう場合でした。で、この場合にはその階段の形から方程式の解がですね、ただ一組に定まるということを言っておりました。で、これをランクの言葉で言うと、実はこのランクの A のランクがですね、この A とこの拡大係数行列のランクとこの元々の行列 A のランクが等しくて、そのランクはどちらも N に等しいですよということを言っています。で、これは、今の教科書の定理でいうと定理 2.16 ですねの方に対応します。で、あと最後にこの解が無限個ある場合ですね、この R、 つまりこの簡約階段行列の階段の段数が、A の列数より小さい場合なんですけれども、この場合にはとりあえず連立一次方程式が解を持ちますから、この A のランクとそれから拡大係数行列のランクは等しくなりますよということを言っていまして、で、この時は定理、今の定理でいうと定理 2.15 の括弧1に、対応します。で、あと、もう一つですね、定理 2.17 の政治連立一次方程式の解に関しては次のようなことが言えます。まず政治連立一次方程式は必ず解を持ちますということは前回も説明した通りです。なぜかというと一番右側の列が0ですので、ここに階段が来ることがありえないということですね。で、自明でない解を持つ場合と持たない場合を分けますと、まずランクの A か、階段の段数がこのランクの A に等しい場合ですね、から、
ランクの A が、なんだこれ、ランクの A が N に等しい場合、この場合はこういった階段になっていて、階は0しか持たない、すなわち非自明な階を持たないということになります。で、一方で、ランクの A が N より小さい場合ですね、こういう場合はこういう形でこう長い階段が存在するということで、この時には自明でない階を持つということで、この性質がですね、今のやっているところでは定理 2.17 に書かれております。非自明階を持つ必要十分条件は、このランク A が N より小さいという場合であるということを言っています。ということで、前回のですね、その連立次方程式の階の個数に関する性質が、このような形で、この行列、係数行列 A のランクで説明できるということを、今日説明しましたので、これからどう使われるか、ちょっと、なんとも言えないんですけれども、こういう性質、ランクでですね、いろいろ、階の個数などを調べることができるということを、頭に入れておいてください。よろしいでしょうか。